私がボトルで購入したいと思っているウイスキーを10本ご紹介していきたいと思います。基本的にはバーで飲んで美味しかったためボトルを購入して家でたくさん飲みたいと感じたものを選出させていただきました。それでは早速1本目から見ていってみましょう。注目のボトルに関しましては概要欄に Amazon の販売ページを貼っておきましたので、動画を見終わりましたらぜひそちらもご覧ください。1本目、山崎18年。まず1本目はこちらの山崎18年となります。こちらのボトルは非常に人気が高いため、私以外にも欲しいと思っている方はたくさんいると思います。山崎25年だと希望小売価格自体が高額すぎてボトルを購入するのはちょっと難しいため、現実的に購入できる範囲として山崎18年を選出させていただきました。こちらのボトルは世界的な品評会でも評価されている非常に優秀なウイスキーであるため、ぜひ購入したいと感じております。しかし今年の4月から6万円台にまで値上がりしてしまったため、酒屋さんで希望小売価格で発見したとしても購入するのになかなか勇気がいるボトルですね。PayPayのポイントが結構溜まっているため、ポイントが使えるお店で売られていることを願うばかりです。2本目、響き12年。次に購入したい2本目のボトルは響き12年となります。こちらはすでに終売してしまっているため、通常の酒屋さんやデパートでは購入することができないボトルとなります。こちらのボトルは以前にバーで飲むことができ、その時に非常に美味しいと感じました。あの感動した記憶を今でも覚えているため、また飲みたいと感じています。私は響きシリーズだとジャパニーズハーモニー、ブレンダーズチョイス、ブロッサムハーモニー、12年、17年、21年、これらの6種類を飲んだことがあるのですが、今まで飲んだ響きの中だと私は響き12年が一番美味しいと感じました。そのためいつかは響き12年をボトルで購入したいと思っています。3本目、竹鶴17年。続きまして3本目はこちらの竹鶴17年になります。こちらもすでに終売してしまっているボトルであるため、通常の酒屋さんやデパートでは購入することができないものとなります。リサイクルショップやフリマサイトなどで購入できる範囲で販売されていたら嬉しいのですが、現在ではフリマサイトでの価格が4万5千円以上してしまうため、さすがにこの金額だと買えないですね。こちらのボトルは去年2023年のウイスキートーク福岡の有料試飲で飲ませていただき、とても美味しかったため、ボトルを購入していろいろな飲み方で飲んでみたいと感じました。バーで見つけたらまた飲んでみたいとも思っていたのですが、終売品であるためバーにもなかなか置いていないんですよね。ボトルを購入するのはかなり難しそうなので、リサイクルショップなどを探してみたいと思います。4本目、秩父レッドワインカスク。4本目に欲しいボトルはこちらの秩父レッドワインカスクとなります。こちらも沖縄のウイスキーフェスティバルの試飲やバーで飲んだ際にすごく美味しくて感動してしまいました。元から秩父自体が大好きで、バーに行った時は飲んだことがない秩父があったらまずはそれから飲むくらい秩父が大好きです。しかし秩父は非常に人気であり、酒屋さんにボトルが並んでいるということもほとんど見かけないですね。こちらのボトルも数量限定ボトルであるため、発売日から結構経過していることもあり、かなり入手が難しいボトルですね。秩父蒸留所が作っている秩父
というシングルモルト自体が大好きなのですが、私はまだ秩父のボトル自体を保有していないため、レッドワインカスクじゃなくても何か今後発売される秩父が購入できたら嬉しいと思っています。近々秩父オンザウェイの2024年版が発売されるみたいなので、そちらのボトルが購入できたら嬉しいと思っています。5本目、スプリングバンク15年。続きまして、5本目のボトルはこちらのスプリングバンク15年になります。こちらのボトルもバーで飲ませていただき、非常に美味しかったため家でゆっくり飲みたいと感じ、選出させていただきました。スプリングバンク10年も非常に美味しいのですが、10年よりもさらに香り高く味わい深いため、いつかは購入したいボトルとさせていただきました。しかしスプリングバンクという銘柄自体非常に入手困難なボトルであり、さらに15年熟成ということで10年以上に入手困難であるため、なかなか出会うことは難しいのではないかと感じています。こちらのボトルに関しては数量限定や終売商品ではなく、数年販売ボトルのようなので、頑張ればまだまだ購入チャンスはあると考えています。しかし酒屋さんの棚に並んでもすぐに売れてしまうくらい超人気ボトルであるため、たまたま出会うということはかなり難しそうですね。6本目、カノスケクレーン&スカイシャーク1。6本目のボトルはこちらのカノスケクレーン&スカイとなります。こちらのボトルはカノスケ蒸留所のシングルモルトウイスキーなのですが、オフィシャルボトルではなく、ウイスキートーク福岡という歴史あるウイスキーイベントのプライベートボトルとなります。こちらのイベントは国内最大級のウイスキーイベントとなり、現在のウイスキーブームが来る前の10年以上前から開催されているイベントとなります。こちらのボトルはバーで飲んだり、ウイスキートークに実際に行った際にも有料試飲でいただいたり、2022年にリリースされたシャープにも含めて何度か飲ませていただきました。カノスケ自体も大好きなのですが、私が初めて行ったウイスキーイベントがウイスキートーク福岡だったということもあり、とても思い入れが強いボトルであったため選出させていただきました。当時の販売価格がわからなかったため、2024年版の価格を参考として記載させていただきました。ボトリング本数が193本とかなり少ないため、今ではほぼ入手が不可能と言っても良いですね。次回以降のクレーン&スカイシリーズが買えたら嬉しいため、またウイスキートーク福岡には参加したいと思います。7本目、シングルモルト長浜ボルドーレッドワインカスクカスクストレングス。次はこちらの長浜のボルドーレッドワインカスクとなります。こちらもバーで何度か飲ませていただき感動してしまいました。やはりカスクストレングスということもあり、そのままの味わいが感じられるという部分も嬉しい点ですね。しかしこちらのボトルはボトリング本数自体が350本と非常に少ないため、さすがに購入はできないと感じています。ボルドーレッドワインカスク自体はバッジ違いで何度か発売されているみたいなので、今後ボルドーレッドワインカスクのカスクストレングスが発売されたらぜひ購入したいと感じています。希望小売価格の詳細は見つけることができませんでしたが、他のカスクストレングスボトルが当時はだいたい 16,500 円前後で販売されていたため、こちらのボトルもそれくらいしたのではないかと考えられるため、参考として記載させていただきました。8本目、アッケシニューボーンファウンデーション1。8本目に欲しいボトルはアッケシニューボーンファウンデーション1となり、アッケシのニューボーンとなります。こちらは私がアッケシを好きになるきっかけになったボトルとなります。アッケシは
ピートが特徴的な銘柄となります。しかしこちらは厚岸では珍しくノンピートになるため、ピート以外の部分の厚岸の特徴を感じられるボトルとなります。現在の厚岸とかなり違うため驚く人も多いと思いますが、厚岸の原点を味わえると思います。味わいとしましてはとてもクリアな飲み口となっています。ニューボーンということもあり、樽での熟成感は低めとなっていて、3年熟成したウイスキーとはもちろん異なりますが、お酒としてのクオリティは高く、とても美味しかったです。人気の高い厚岸の初期のニューボーンということもあり、フリマサイトなどで現在では5倍の値段で取引されているようですね。そう考えると当時は3000円台で販売されていたというのはすごいですね。9本目、ヘーゼルバーン10年。続きましてはこちらのヘーゼルバーン10年になります。こちらのボトルはキャンベルタウンのスプリングバンク蒸留所で作られているシングルモルトウイスキーですね。ヘーゼルバーンは以前に動画でも作成しましたが、現在非常に入手困難なボトルとなっていますね。このボトルは初めて行ったバーで運よく飲むことができたのですが、ラスト1杯分しかなく、その後も他のバーでも出会うことができませんでした。非常に美味しかったため、ぜひ自宅でいろいろな飲み方をして飲みたいと感じました。現在スコッチの中では一番欲しいボトルとなります。他のキャンベルタウンのウイスキーと比較してもピートを使用していない麦芽で作っているせいか、透き通ったようなクリアな味わいがとても印象的でした。数年販売商品であるにもかかわらず、バーでも全く見かけない銘柄であるため、ボトルを購入して自宅でいつでも飲めるようにしたいと感じてしまうボトルとなります。10本目、カバランソリストピノシェリーカスクカスクストレングス。最後の10本目はこちらのカバランのボトルとなります。カバランはシェリー樽を使用したボトルを数多く販売していますが、その中でも私はこのピノシェリーカスクがとても美味しいと感じました。最近バーに行った際は、秩父の他にもカバランで飲んだことがないボトルがあった際は飲むようにしているのですが、中でもソリストシリーズがあった時は必ず1杯は飲んでしまいます。ソリストシリーズはカスクストレングスとなっているため、味わいが凝縮している感じがして大好きです。しかし今回ご紹介させていただいたピノシェリーカスクは他のソリストシリーズと比べてもかなり高価となっているため、ボトルを購入して自宅でいつでも飲めるようにしたいのですが、買えないんですよね。宝くじに当たったら購入しようかと思います。今回ご紹介させていただいた10本のボトルは主に高くて買えない、数量限定で買えない、終売していて買えないといったようなボトルばかりとなります。そのため憧れのボトルという位置づけが強く、現実的に購入するのはかなり難しいものばかりとなります。おそらく希望小売価格での販売は絶望的なものばかりなので、買えたとしてもリサイクルショップやフリマサイトなどでプレミア価格が必須であると考えています。そのため引き続きバーで発見したら飲んでいきたいと思っています。また今回ご紹介させていただきました欲しいボトル10選というテーマは、同じウイスキー系 YouTuber でもあるハイボーズさんで企画されていたテーマとなります。概要欄にハイボーズさんのチャンネルへのリンクを貼っておりますので、この後ハイボーズさんの動画もぜひご覧ください。またコメント欄でぜひ皆さんの欲しいボトルも教えていただけますと幸いです。次は購入したいボトルではなく、バーで見つけたら飲んでみたいボトルなども機会があれば動画で作ってみたいと思います。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。